まあ、中半グレ、そして大麻常習者に対して、非常に怒ってるの分かるやろ。で、その結果、なぜか、無関係と思われた選挙で、維新と令和が、なぜか大敗する。あるいは、まあ、票が、思ったより伸びない。因果関係があるに違いないと、人は言い始める。そして、もう通信記録は完全に監視されている。うちが気にしている政治的な争点。その関係すると思われるもの。もちろん、大麻も政治的争点やし、半グレも政治的争点やし、暴力団も政治的争点やし、ヤクザも政治的争点。そういった政治的争点の関係全部監視されてる。どこに？シチリア。SNS。仕切ってんのはシチリアやってなんか見てるよ。ネットで通信しようと思ったら、SNS やったらシチリアが必ず見てる。シチリアマフィアな。それ以外の通信手段やったら、NTT が日本は、見ているかな。それ以外の手段を使おうと思ったら、まあ、今やったらソフトバンクしかないよね。もうすでに楽天は日本郵政に陥落した。じゃあ監視されんとこ探そう思ったら、ソフトバンクしかないわな。ちなみにうちソフトバンクやからね。めっちゃ監視されてる、なぜか。そこはちょっと謎やけどな。だけど、ドコモは NTT やし、で、AU は KDDI やったろ？要するに第二電電。国際電信電話。で、国際電電ってこと。どっちも、もう、おかみやってん。ドコモも AU も元はな。母体はな。国内の電信電電電と、国際電話の電電。おかみや。日本国、今、国の事業やってん。で、日本郵政も国の事業やったやろ？その辺は完全に抑えられてるよ。それがわかんないともう国有に戻すよ。そんな。ね？そんな、市民の人権守らへんってちゃうで。うちを守るのが一番大事やからな。みんなうちの体に住んでんねんからな。うちの好みに合うやつはどんだけ栄えても、末路悲惨やで。それかうちの末路をお前らが悲惨にして、こうやってもつれてんねん。その裁き。毎回やってるけど、お前らの罪、どん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 、積算されてんねん。恐ろしい累計額なんじゃん。まあ、額、金額ちゃうけど。な？それ積もりすぎたら、もうあんたら、元の世界変えられへんのんちゃうで。元の世界なくなんだよ、あんたらの。で、こっちの世界であんたら、ボーッと消えて、消滅すんねん、あんたら。いかなる物質としても残られへんやん。ここまであんたらの罪が、累積して、しかも、偽の歴史で。それを隠蔽して、さらに倍っちゃってんか。な？あんたらもう終わってんねん。あんたらの権利なんか死んでんねん、ほんまは。死にたいやねん。あんたらの権力は。で、最後のバカ騒ぎしてるだけ！お前らは。な？ますます罪重ねて深めて。多ければ多いほど罪に問われないって言わんかのごとく。多ければ多いほど麻痺して自分の罪がわからなくなるかのごとく。お前らはだんだん人間じゃなくなっていってるね。俺はわかるわな。